ご視聴ありがとうございます。これよりお送りいたします作品は、野村鼓動作銭形平次捕物控えより美男番付。この作品は昭和27年1952年読み切り小説集10月号捕物祭りに掲載されたものです。それでは本文をどうぞ。第一章。おやぶん、おかしなことがありましたよ。ガラッパチの八五郎がタガの緩んだ桶のようにこみ上げる笑いをかみしめかみしめ、明神下の平次のうちに入ってきました。冗談じゃねえ、人んちゲロゲロ笑いながら入ってきやがって、水をぶっかけて酒屋の赤いのをけしかけるよ。怒らないでくださいよ。わしはまたおかしくておかしくって、横っ腹の筋がキリキリするほど笑っているのに、親分はまた何だってそんなに機嫌が悪いんで。盆も正月もねえやろにはわかるめえが、今日は10日の晦日だ。さっきから何人かけ取りを断ったと思う。こいつはシャレや道楽でできる芸じゃねえぜ。はい、すみません。人の気も知らねえようですが、借金や賭けは払わねえことに決めていると思いのほか気の軽いもんで。呆れた野郎だ。だからおばさんはおめえの尻拭いで苦労しているじゃねえか。その気だから30にもなってまだ嫁に来ても婿にもらえてもねえ始末だ。でももう少しほっといてくださいよ。女房を持つと急に人間がケチになって、じじむさくなって人に意見ばかりするようになるから。あった、親分のことじゃありませんよ。親分は女房持ちでもパッパと。お世辞なんかよせ、おめえの柄じゃねえ。ところで何がそんなにおかしいんだ。へっ、そのことそのこと。このあっしがいつまでも一人でいるわけも実はそこにあるんで。また笑い出しやがる。気色の悪い野郎だ。実はね、親分、このあっしが色男番付へ乗ったんだから大したもんでしょう。色男番付？そいつはどこの国の番付だ。よもや日本じゃあるね。八五郎のぬけぬけした報告にさすがの平次も肝をつぶしました。名物の顎を2、3寸切り詰めたところで、これは色男という人相ではありません。日本も日本、江戸の真ん中神田向こう柳原で洒落た野郎が息子番付というのをこせましたよ。表向きは息子番付だが、内々は美男番付のつもりでね。もっとも去年は外神田の娘番付というのをこさえ、河原版にしてばらまいたのがありましたよ。そいつは師匠の文字花と水茶屋のお育が自分たちを東西の大関に据える細工にうんと金を使ってやった仕事と分かって大笑いで済みましたが、今度は向こう柳原一円の若えもんが集まって相談の上決めた番付だから、間違えもごまかしようもありません。物好きな人だな。今月は顔見せ月で芝居町の方も大変な景気だから、こっちでも一番素人芝居でも打って江戸中の娘たちの人気をさらってやろうという相談で、まず手始めにこしらえたのが息子番付、その実は美男番付、その中から立役も大山も決めようという寸法で。で、その番付は、東大関は佐久間町の酒屋、丹波屋のせがれ清次郎、西の大関は棟梁音松のせがれで辰三郎、東の大関は米屋の下男で鶴吉。番付をいちいち読み上げられちゃたまらねえ。大事なのはおめえだ。三役にでも入ったというのか。なに、そこまではいけませんがね。前頭の何枚目というところか。それほどではねえんで。それじゃあなんだ、年寄りか肝心元か。とんでもねえ、そんなじじむさいのじゃありませんよ。正直に申し上げると呼び出し役、いい役です。頬半開きの扇を口に当てて。腹も立たねえな。最初からの申し合わせで役不足は言わねえことにしてあるんで、番付に乗らねえやつだってあるんだから、不平を言おうもんだら町内の息子付き合いができなくなります。それで嬉しがっているのはおめえの取り柄だ。世の中が無事でいい。ところで話はそれっきりか。
その息子番付の両大関が去年の娘番付の張り出し大関、師匠の文字花や水茶屋のお育ではなくって米屋の孫娘およしを三つどもになって張り合っているから面白いじゃありませんか。そんなことは面白くもなんともねえよ。平次はあっさり片付けてしまいましたが、これが大きな騒ぎの原因になろうとは元より思いもよりません。江戸時代の暇人の間に見立てとか番付の流行ったことは想像以上で、今日に残る悪釣り、シャレ本などにその盛大さを伝えております。どこの町内にも七福神見立てや忠臣蔵見立てがあり、食う苦労のない人間が集まれば各種の番付が作られて、それが善意にも悪意にも利用され、噂話の種になったのです。第二章。それから幾日か経って、まだお月様が丸くなりきらない頃、八五郎がうさんな顔をして明神下の平次の家を訪ねてきました。変なことがありやしたがね、親分。何が変なんだよ。おめえが急に出世して息子番付の大関にでも据えられたというのか。そんなことなら少しも変じゃありやせんが。大きく出やがったな。息子番付の大関、向こう柳原一番のいい男、丹波屋の清次郎がゆんべ頓死しましたよ。頓死？頓死に違いありません。米屋の隠居東兵衛のうちの前で倒れたっきりぐっと伸びちゃったんで。変わった話だな。清次郎の年はいくつだ？たった21。忠義の当たる年じゃありませんね。でも傷も何にもなく、毒にやられた様子もねえから、頓死とでも思わなきゃ親たちだって諦めきれませんよ。まあ詳しく話してみるがいい。どんな様子だったんだ？平次は乗り気になりました。21のいい若い者がポカポカ頓死するような陽気ではなかったのです。最初から話さなきゃ分かりませんがね、佐久間町の米屋の隠居東兵衛というのはもう60を越した年寄りですが、老毛して立ち位も不自由なんで、うちの者とは別に住んでおり、孫娘のおよしとお種が介抱しております。ところがその孫娘のおよしというのは半田下焼きってのいい器量で、番付表じゃ張り出し大関だが、版元に金をやって娘番付の大関になったおじ花やおいくとは比べ物にならねえほどの綺麗な娘です。で、そのおよしというのが顔にも素性にも似合わねえおてんばもんで、宝珠は何人あるか分かりません。母親は義理ある仲、父親は店の忙しさで寄りつかねえのいいことに隠居の見舞いということにして、若え男が入り浸りだから面白いじゃありませんか。ちっとも面白かねえよ。そういうおめえも宝珠の一人だろうが。宝珠といってもあっしなんか相手にされませんや。遠くから吠えてみせるだけで。情けねえな。その隠居の東兵衛のところへ酒屋のせがれ清次郎が見舞いに行った経理、見舞いといったところでバカな話をして夜を更かして、孫娘およしの顔をまじまじと見ながら、お月様の傾きかけた頃腰を上げて孫娘のおよしに見送られて表の格子を出る。またいらっしゃいねとかなんとか愛嬌笑いを浴びて格子の外へ出る。近頃はもう夜風が少し寒いから、およしはうちから雨戸を閉めて、清次郎の足音がドブ板の上に鳴ったと思うと、大層僕が気が長えな。ああ勘弁して聞いてくださいな。戸を閉めると間もなく、ちょうど清次郎が水くろいをしてしゃなりしゃなりと歩き始めた頃、どたりぐーと来た。なんでそのどたりぐーというのは？人間の倒れた音で。およしは肝を潰して下女のお種をお勝手から呼んで表戸を開けさせ、ちょうど2階から飛び降りてきた下男の伊之助。この男は米屋の月男ですが、病人と若え女ばかりじゃ物騒だというんで、親の指図で米月男が代わる代わる泊まりに来ることになっております。で、3人が一緒に表へ飛び出したというのか？飛び出すまでもありません。戸を開けると鼻の先にロタリグーの正体が転がっていますよ。抱き起こしてみると清次郎はもう人心地もなく、間もなく息が絶えてしまいました。人間は弱いように見えてもそう脆いもんじゃねえ。21の若い男が雷に打たれたようにじたばたせずに死ぬのは変だと、早速同じ町内のあっしが呼び出されましたが、沈みかけた月の光で見ても辺りには人間のかけらもなし、清次郎の死骸には
針の先ほどの傷もねえから親分を呼びに来る張り合いもなくなってしまいました。それは昨夜のことか。まだ茂江も酒屋の親元に引き取ったままそのままにしてあるんですよ。どうしたもんでしょう。行ってみよう。どうも腑に落ちねえことがある。平次は珍しく自分の方から乗り出す気になりました。それほどの事件とも思わない八五郎の方が面食らったほどです。第三章。最初に佐久間町の丹波屋に行った平次は、一人息子を亡くして悲嘆に暮れている両親を慰めて、とにもかくにもせがれの清次郎の死体を見せてもらいました。まだ弔いの支度もできてはいず、仏様も床の上に寝かしたままですが、一目にも痛々しさが胸を打ちます。闇ほうけた死骸と違って、よく整った顔立ち、青春の油の乗った町内一番の息子が、虫のようにコロリと死んでいるのです。端正で苦悩の跡もない表情は、両親の悲しみを和らげるどころか、かえって深刻にしていくのでしょう。体には全く傷はありませんでした。いや、たった一つ、後ろの首筋に、皮下出血とも思える斑点がありますが、それも大したものではなく、皮膚の表には何の変わりもなく、倒れるはずみに下水のどこかで打ち、やがて息が絶えたために際立っての生活反応を見せなかったのでしょう。親たちは何を聞いても一向に埒が明きません。一人息子の清次郎がどんなに働き者で親孝行でいい男であったかということを繰り返し繰り返し聞かされるだけのことです。外へ出ると八五郎が、死んだ子の可愛いのは無理もあれやせんが、清次郎はそんな心がけのいい息子だったとは思われませんよ、とぶち壊しなことを言うのです。なんか悪い噂でもあったのか。あたかっぷりがよくって女才がなくって人間が少し薄情にできていると親の知らねえ罪を作りやすね。どんなことがあったんだ。娘番付の大関と息子番付の大関が同じ町内に住んでいるんだ。無事に顔ばかり眺め合っちゃいません。ふん、そこへ行くと呼び出し目は無事でいいな。からかわねえでください。世の中には大関よりも呼び出し目の足の方がいいという娘もあるんだから。おめえののろけはいずれ英実として丹波屋の清次郎の方はどうなんだ。あんな吐きやあれやしやせん。町内の女の子はキャッキャ言ってるが、男の子は一向面白くねえんで、まず手始めは文字花と変な噂を立て、それからお育に鞍替えをして、今度はおよしとかあった。はしまめな野郎だな。自業自得と言っちゃ悪いが、町内の綺麗なのを総なめして無事に百までも生きちゃ天道様は無駄光りだ。我、大層恨んでいるじゃねえか。清次郎殺しの下手人は八五郎、おめえじゃなかったのか。冗談じゃねえ。八五郎は妙にプリプリしております。色男番付の大関は死んでも財商消滅しそうもありません。米屋の隠居藤兵衛のうちはかえって夢中のように静まり返っておりました。このうちの前で娘と親しかった若い男が一人死んだということは、あまり結構な噂の種ではなかったのです。家は下田屋造りですが、なかなかの木口で、隠居が達者な頃お茶などをたしなんで、お好き屋造りの真似事にもなっております。もっとも格子の前のどぶ板までは手が回らなかったと見えて、恐ろしくちぐはぐ、その隙間からふと覗いた平次の目に妙なものが見えるのです。ここを探してみたか、八。一通りは見ましたが、
清次郎の死骸の白首に打ち身をこしらえた白物でしょう。いや、そんなこっちゃね。このドブ板の破れたところに妙なものが落ちているんだ。わ、手紙っすね。八五郎はドブ板を剥がすと手を突っ込んでその中から何やら取り出しました。天気続きで水っ気がないので幸い濡れてもおりません。天地紅の結び目は洒落てるね。いずれおめえの好きな色踏みかなんかだろう。開けて読み上げてみな。へっ、とんだ色っぽい勧進帳で。あやあやあや。どうしたんだ。何にも書いてありませんよ。白い紙の天地紅を結び目にしたのは何の間違いでしょう。放送よけのお守りかな。そんなもんじゃあるめえ。どれ、俺が預かっておく。平次は無造作にそれを自分の懐の中に滑らせました。格子の外から声をかけると下女のお種が取り次ぎに出ました。四十前後の醜い女で、その上出戻りで子供があって、色ごとよりはためることに一心不乱といった肌合いです。ゆんべのことを聞きてえが。平次が上がりがまちに腰を下ろしてそう言う下から、あの、私から申し上げますが、とお種を押しのけるように顔を出したのは、見たところ19か20歳の美しい娘でした。柄は大きい方、厳然とした表情も大きく、名ある歌舞伎役者のような派手な美しさです。お嬢さんが話してくれるのはありがてえが、人一人の命に関わることだから、何事も隠さずに言ってくださいな。平次は相手構わず念を押しました。この娘は若さも美しさも飛び越えて、少年のしたたかなところのあるのを初対面の平次に感じさせたのでしょう。でも清次郎さんは病気で急に亡くなったのでしょう。頓死ということになっちゃえるが、腑に落ちねえことも少しはある。そうでしょうか。清次郎は時々ここへ来るのかな。3日に一度、5日に一度くらい。お嬢さんとそんなに懇意なのかい。いいえ、おじいさんの話し相手で。お嬢さんとなんか約束でもあったように言う人もあるが。とんでもない、そんなことが。およしはにべもなく否定するのです。もっともこの輝くばかりの娘の美しさの裏には、何の陰影も悲しみもなく、どう同情してみても恋人や言い名付けを失った顔ではありません。念のため中へ入って隠居の藤兵衛にも会ってみましたが、これはひどい老毛で、21歳の若い男、清次郎などの話し相手になる老人ではなく、つまり老人を慰めるという口実で娘の合い引きの出しに使われていたことでしょう。うちの中も一応見せてもらいましたが、なかなか贅沢で隙を凝らした不審のくせに、それがまた下品の凝りすぎでやや卑しくなっていることも特色でした。隠居と娘と下女は開花に休み、交代で泊まりに来る男たちは2階の6畳に寝ることになっておりますが、その2階もなかなかにひねっており、その頃朝霞に珍しく妄想岳の太い柱をつけた置き床に怪しげな山水の小幅がかけてあります。部屋作りの洒落た割合に雇い人の寝具や着物などが散らばしてあり、斑点も帯も投げ出したまま浅ましい限りです。外へ出ると平次は家の周囲を一回りしました。一軒置いてお隣は師匠の文字花の家で、その家の隣には新築の家が半分ほど出来上がっており、それから先佐久間町菓子にはお育の住んでいる水茶屋もあります。第4章。この隠居所の本家、つまり藤兵衛のせがれ夫婦の商いをしている増屋という米屋は、表通りで奉公人の5、6人もいるなかなかの店でした。八五郎に言わせると、当主菊三郎は隠居の藤兵衛の娘の婿で、その娘すなわちおよしの母親は10年も前に死んでしまい、後添いをもらって後に腹違いの男の子が2人もあるので、およしは自然両親から遠ざかり、隠居の藤兵衛のところに海宝という名で引き取られているということです。年頃になって
輝くばかり美しくなったおよしが若い男たちから騒がれるようになると、監督者のないままに自然わがままにも放埒になっていくのはまたやむを得ないことだったかもしれません。取り締まりの大事な隠居は廃人で、母親はまましい中、父親は義理がうるさいのと家業に忙しいので、娘の身持ちなどを考えてやる暇もなかったのです。奉公人のうち昨夜隠居所に泊まったという伊之助に会ってみました。米の粉だらけになった着実そうな立派な体格の男で、ゆんべのことを聞きに来たが、と言うと、私には何にも分かりません。よいから来て、下でお嬢さんと面白そうに話していた丹波屋の若旦那が、にぎやかな糸まごいをして、お嬢さんに見送られて帰った様子で、格子が閉まると間もなく、どぶ板の上へどしんと倒れ、変な声を出したので、下でお嬢さんとお種どんが大騒ぎになり、私も驚いて起き出し、2階から飛び降りるように表を開けて、3人一塊に飛び出すと、あの始末で。ええ、その時はもう清次郎さんは正気もありませんでしたよ。気の毒なことで。これだけのことをよどみもなく話すのです。おめえはお嬢さんをどう思う？試みにこう聞くと、大きい声じゃ言えませんが、若くって綺麗で、その上叱り手がありませんから、と奥歯に物の挟まったことを言うのです。おめえは国はどこだい？越後でございますよ。ここへ来てから何年になる？もう7年になります。来年は取って35になりますから、一度国へ帰りたいと思いますが。少しは金ができたのか？いやー、とんでもない。越後から来た当座、2年3年は給金もたまりましたが、江戸の水になれるとろくでもないことを覚えますから、たまった給金も減るばかりで。伊之助は頭をかくのです。伊之助と交代で隠居所に泊まるという鶴松にも会ってみましたが、これは息子番付の関脇になるという美男で、私はなるべく逃げて隠居屋には泊まらないようにしております。どうも夜が遅くて、明くる日の仕事に差し支えるものですから。そういうのは、およしのところへ張りに来る若い男たちに妨げられて、夜もおちおち寝られないための不満でしょう。もっともこの男は近在のもので、ますやの遠縁にあたり、いい男のくせに固いのが評判で、ともすれば開き直って人に意見などをやりたい癖があり、浮気娘のおよしにはあまり評判は良くなかった様子です。他に交代で泊まる小僧が一人ありますが、これは全然事件と関係がありそうもありません。どうだ、ハジ、もう一つのして、おじはなとおいくに会ってみるか。平次はまだ諦めきれない様子です。そいつは難儀だが、ついでに親分に引き合わせておきましょう。あのもじはなというのは厄介な女で、向こう柳原中の若い男をフラフラにさせましたよ。それからかき集めた見が金だって並大抵じゃありません。おめえも工中の一人だろう。しっかり絞られたことだろうな。ご冗談で、足は逆さまに振ったって水っぱなも出ねえ方で、あべこべにもじはなに貢がれた口ですよ。大きなことを言いやがれ。出がらしの茶なんか何杯飲まされたって貢がれたとは言えねえぜ。たまには豆ねじやコンペイトウぐらいは貢がされましたよ。それみな、みんな白状しやがって。二人は元の隠居屋の裏から師匠もじはなの御神塔の下に立っておりました。父親分、ずいぶん久しぶりね。私の家へいらっしゃるなんて、どんな風の吹き回しでしょう。格子につかまってまともに朝の日を受けた顔が、咲き誇った花のようにパッと匂います。25、6のいい年間ですが、小柄で充実してホルモンで練り固めたような
魅惑と燃焼を感じさせる女です。今日は梅雨払いだよ。銭形の親分がおめえに会いてえとさ。文字花はさすがにたじろぎましたが、すぐに神保立て直して、どうぞこちらへ。銭形の親分さんが来てくださるなんて、まあなんていういいお日柄でしょう。さあさあ、などと助裁もありません。いや、ここで結構だよ。銭形の親分さんは女ばかりの所帯じゃお茶も召し上がらないんですってね。少しばかり演ずる色がめっぽうあだっぽく見える女です。そんなことはあるもんか。こととしでじゃ暴れ飲みをしてカンカン脳を踊ってみせるよ。今日は忙しいんだ。それ例のいい男の清次郎の死んだことで。本当にお気の毒ね。いい人でしたが少し浮気っぽくて困ったけれど。ちくりと脳中の針が出ます。師匠も大層実婚だったというじゃねえか。皆様ご存知だから隠しやしません。昔は随分何とかやれましたよ。でも半年足らずでいたちの道じゃありませんか。どこへ行ったかと思うと鹿島で同じお育のところで矢に下がっていたのもほんの2月3月。近頃は素人衆が良くなって米屋のご隠居の話し相手ですとさ。あんな男に未練も何にもありやしません。百文の香典だって出してやるもんですか。恐ろしく見限りやがったね。清次郎も浮かばれねえよ。ところで近頃はしげしげと伊之助が来るそうじゃねえか。3日に一度は来ますよ。塩辛声で歌の稽古も目当てがあっての修行でしょうが、私はあんな人は嫌い。どうしたわけだ。エチで強情でうぬぼれが強くって再戦惜しみをするから。文字花は抜け抜けとこんなことを言うのです。棟梁のせがれの辰が近頃おめえのところへ来るそうじゃねえか。あれは威勢のいい胸のすく兄さんよ。でもそのタッツァンだって近頃は隠居所の養子さんに夢中なんだもの。この節の素人衆は油断も隙もありゃしない。平次は八五郎に目くばせしてそこを立ち退きました。こういった調子の女は物慣れた平次でも何よりの苦手です。水じゃや巴屋の着身女のお育はもう一段厄介な女でした。巴屋の裏の川に臨んだ母屋に寝泊まりしており、平次が行った時はもう昼近い日差しなのにまだ顔も洗わず寝乱れた格好のまま寝臭くなって出てくるのです。私に御用何などと娘番付の大関はまだらな顔を天道様に照らされて見えもたしなみもありません。昨夜のことを話してその反応を見ましたが、まあせいちゃんが死んでまあかわいそうになどとまだそれさえも知らずに打眠をむさぼっていたのでしょう。第五章。それから12、3日、月の出がようやく遅くなったある晩のこと、真夜中過ぎの明神下の戸を恐ろしい勢いで叩くものがあります。なんだ八野郎か、慌てて来やがって。銭形平次はその調子の乱暴さに顔を見ないうちから八五郎と鑑定したようです。がらりと戸を開けると、ほほん、皆まで言うな。火事はどこだ。方角は宅間町三丁目。来てください。清次郎と全く同じ手口でやられましたよ。誰が。棟梁のせがれの辰の野郎が今度は間違いもなく首筋を折られて壊れた人形のようにフラフラになって死んでいます。お武板の上には今度は師匠の文字花の自慢の櫛が落ちていましたが。よし行こう。平次は手っ取り早く支度をすると八五郎と一緒に飛び出しました。現場へ行ってみると路地の中ははみ出しそうな人だかり。それを押し分けて入ると隠居屋のドブ板の上には若い男が一人倒れており、町役人や棟梁音松の子分たちの振り照らすおびただしい提灯の中に剣士の役人の来るのを待っております。銭形の親分だ。ヤジグマはまた寄ってきます。八五郎はそれをかき分けた中に、親分、せがれの死にようがただごとじゃありません。なんとか敵を取ってください。と拝むのはかねて顔見知りの棟梁音松の興奮しきった顔です。
なんか辰和兄を恨んでいる者の心当たりでもあるのかい、棟梁。平次はさりげなく聞きました。それが少しも分かりませんよ。もっとも生実家男っぷりがいいとかなんとか言われて、この 2,3 年は目に余る道楽でした。師匠の文字花と一緒にしろと言ったと思うと、半年も経たねえうちに水茶屋の女と妙な噂を立てられ、今度は米屋のお嬢さんをもらってくれとせがんだり。わがままいっぱいに育った色好みのせがれには、親の音松も持て余していた様子です。音松の愚痴を聞きながら、平次は手早く死骸を改めました。なるほど、提灯の明かりの下でも威勢のいい男っぷりで、色の浅黒い斑点姿、キリリとした目鼻立ちも江戸の町娘好みという柄です。傷は清次郎の場合と同じく見たところ一つもありませんが、首の後ろが青くあざになって、首の骨をぶち折られたものか、フラフラになっているのも凄まじいことでした。隠居藤兵衛の孫娘と下女のお種に聞いても、この前清次郎が死んだ時と全く同じで、宵に遊びに来て月が出た頃帰ると言い出し、外へ出たところで雨戸と格子を閉めると、間もなくドブ板の上にドシングーという代わりに、今度はギャッドシンと声が先で、音の方が後だったというのです。およしと下女のお種と2階に泊まっていた伊之助が、この前の時と同じように3人いっぺんに外へ飛び出すと、月の下にはもうくせ者の影もなく、ドブ板の上には辰が虫の息で倒れていたというのです。一王も二王もその辺りを探しましたが、家は庇の下からドブ板まで一軒余り、すぐそばには天水桶があって、その上に2階の庇があり、2階の雨戸は格子の中に厳重に閉ざされて、ネズミ一匹這い込む隙間もありません。左右前後近所の家という家は全部閉め切って、潜り込める路地もなく、第一その辺りに大の男の首の骨を打ち折るような、そんな武器は一つもなかったのです。八、おめえはここで張り番をしていてくれ。俺はちょいと探してくるものがある。なんでそう呼ぶん。獲物だよ。平次は人波をかき分けて路地の外へ出ると、裏から回って二軒置いて先の不審場に入りました。その時はもう大抵の建築は出来上がって、冬の来る前に大急ぎで壁を塗ったり造作を入れたり、職人も 2,3 人泊まり込んでおりましたが、兵士が入ってくるのを見ると、八馬の群れの中から追っかけるように抜け出した男が、銭形の親分、なんかご用でと先をくぐります。内緒で少し聞きてえことがある。え、どんなことで。この不審場で一月とは経たないかもしれねえが、なんかなくなったものがあるやしねえか。そういえば妙なものを取られましたよ。なんだ。土台をこしらえる時に使った金手子なんて、10貫目近くもあるやつから、あれは盗んだところでおもちゃになるわけじゃねえし、変なやつもあるもんだと思っておりました。それだ。ありがとう。それで分かったよ。人間の首をぶち折るような仕事は素手じゃ天狗でも容易じゃあるねえが、金手子ならできるこった。あ、待てよ。平次は黙々として元の隠居所へ引き上げるほかはなかったのです。第六章、隠居所の前には八五郎と 2,3 人の下っ引きが野人間を追い散らしながら待っておりましたが、平次の顔を見ると、獲物は上がれしたか、親分。八五郎は辺り構わず張り上げるのです。上がったような、上がらねえような。平次はそんなことを言いながら念入りに辺りを見回しておりましたが、小型の天水桶の上へひょいっと登ると、それを踏み台に2階の庇の上へ何の苦もなく飛び移りました。目の前に立ちはだかる厳重な格子、念のためにそれに手をかけて揺すぶり加減に押してみると、格子は一軒の鎌地ごと
何の苦もなく外れるではありませんか。その中の雨戸は元より中から酸が落ちておりましたが、下にいる八五郎に合図をすると、八五郎は心得て家の中に飛び込み、およしやお種のけげんな顔を尻目に二階に登って雨戸を開けました。その時米付き男の伊之助の姿は見えなかったようですが、八五郎はもとよりそんなことは気にも留めません。二階の雨戸を開けた八五郎と庇の上の平次は鼻と鼻が合うほどに立っておりました。もう分かったよ八、何事そうやもん。金手子の行方だよ。部屋の中に立って提灯を振り照らしながらじっと見ていた平次、置き床の柱、たくましい妄想地区に目がつくと、両手をかけて苦もなく外しました。なかなかの貫禄です。見るがいい。妄想地区の柱を逆さまにすると、中からぞろりと出たのは、なるほど実感目もあろうと思われる金手子でした。これで治ったんすか。その通りだよ。すると血が飛び散りますが。いや、藁か綿を巻いたんだ。多分着物やどてらを何枚か巻いて、先の方だけでいい。帯か紐でくくったこったろ。受け合い首の骨は叩き折れるが傷はつかねえ。なるほどね。恐ろしい匠で。ところで下神は伊之助に決まったが姿が見えねえじゃねえか。親分が外へ行った時ついて行ったようですよ。しまった。どこでしょう親分。多分文字花のうちだろう。あの男は生まれながらの不遂だが、江戸育ちの浮気者の文字花にすっから打ち込んでいたらしい。行ってみましょう。はい。平次と八五郎はやじ馬の頭の上を渡るようにして一軒置いて隣の文字花のうちに飛び込みましたが、その時はもう万事が終わっていたのです。ほっ。中は地の海、文字花は自分の居間で出刃包丁で喉をえぐられ虚空をつかんで死んでいたのです。そばで逃げ出すこともできず、ただうろうろと泣いている少女に聞くと、猪乃さんがお塩様を殺して逃げてしまいました。猪乃さんが一緒に逃げようと言ってもお塩様はお前だけ勝手にお逃げ、私は人殺しなんかした覚えなんかないんだから、どこへ出たって申し開きが立つよ。人の言うことを勝手に悪い方にとったお前が悪いじゃないか。というと猪乃さんは、あま、俺を騙す気かと、お勝手から出刃包丁を持ってきて。少女は思い出したように大きい声を立てて泣き出すのです。猪之助は板橋で召し取られ、三人殺しの罪で処刑になりました。米屋の娘およしは世間の悪評にいたたまらなくなって近在の親類に預けられ、それで一件は落着したわけです。その後八五郎のせがむままに平次はこう話して聞かせるのでした。息子番付の三役にならなくって、おめえはとんだ幸せさ。素人がそろや姿でなんとかやるじゃ出世の妨げだよ。何？出世しなくてもいい？バチの当たった野郎だ。一軒の絵ときは何でもねえよ。墓地花は浮気者のくせに、男をみんなおよしに取られてお伏せがだんだん少なくなるのに気を腐らせ、少し人間の甘えくせに墓地花に夢中になっている猪之助をおだてて筋書きまでこしらえて二人の男を殺させたのさ。天地紅の色踏みや墓地花の櫛をどぶ板の上へ落としておき、月の光の中でそれを見つけさせて星をかがめて拾い上げるところを、先を巻いた金手子で力任せに叩きつけ首の骨を折らせたのはすげえよ。ここをぶってくださいと言わんばかりに首を差し伸べているところを、2階から久し伝いに降りて入り口の戸袋の陰に隠れていた猪之助が力任せにやるんだもの。たまったもんじゃねえ。着物を巻いた鉄棒は音がしなく血が出なくって飛んだ獲物だったこったろう。なるほどね。さて二人は殺したが、バレそうになった逃げ出した猪之助は文字花を一緒に連れ出して故郷の越後へでも飛ぶ気だったろう。文字花に断られるとカーッとなってそれも殺してしまった。分別なことっすね。
女から女へ渡り歩く男や男から男へ渡り歩く女にはとんだ見せしめかもしれねえよと、こらとんだ説教になったが当てつけられているようで。何よ、呼び出しやっこのくせに。ちげえね。二人はカラカラと笑うのでした。野村古道作銭形平次捕物控えより美男番付書室読み切り小説集昭和27年1952年10月捕物祭りより読み切り。